南北問題、南北問題、南北問題とは1960年代に入って指摘された先進資本国と発展途上国の経済格差とその是正をめぐる問題。豊かな国が世界地図上の北側に貧しい国が南側に偏っていることから南北問題と呼ばれる。南北問題という用語の概念はイギリスのロイズ銀行会長職にあった。 オリバー・フランクスが1959年にアメリカ合衆国で行った講演、新しい国際均衡、西欧世界への挑戦に橋を発すものである。フランクスは、イデオロギーと軍事の対立である、東西問題に棄権する重要課題として、地球上の北側に位置する先進工業国、インダストリアル、カンド・トゥリーズと南側に位置する開発途上国、イベラッピング・カンド・トゥリーズ。 発展途上国とも言うにおける問題提起を行うとともに世界のバランスの中心が西ヨーロッパから新たに発展しつつある国々に移るであろうと述べた。19世紀末に世界経済が成立し国際分業が広まると農業国や工業国への分化が起きた。植民地は創始国によりモノカルチャー経済へと転換されるケースが多く、著しい特化が進展した。 特に、アフリカ大陸においては、列強による領土分割によって、ほぼ強制的に資源の供給国としての役割を担わされた。第二次世界大戦終結から間もない頃は、農業によって経済を成り立たせている国も多く、そういった国の所得水準は工業国に比べ際立って低いわけではなかった。むしろ、商品作物の輸出などにより高い所得水準を、 実現している国もあった。技術革新の進展などにより安価な代替商品が生まれたことから、いくつかの農産品は需要の減退に見舞われた、例、バングラデシュのジュートなど、また、緑の革命や競争力のある工業国の農産業による輸出構成、アメリカやフランスにより、農産品の相対価格は著しく低迷。 工業品輸出により発展を遂げる日本や西ドイツとの格差は次第に広がった。一旦特化した経済は社会構造も特化しているため容いに転換できず長期間にわたって格差が固定化されることとなった。開発途上国の経済開発促進と南北問題の経済格差是正のために1962年には初の 第3世界出身の国連事務総長となった、ウタントの主導で、国際連合貿易開発会議、アンクタット設立が決定され、1964年に、第1回のアンクタット総会が、ジュネーブで開催され、非同盟諸国を中心に開発途上国を集めた77カ国グループ、G77 が結成された。なお、開発途上国という用語が、後進国。 低開発国に代わって一般に使用されるようになったのはアンクタット設立以降のことである。また、アンクタットを含め、この時期に国際援助に関連する組織や法案が各国で設立されている。発展途上国の多くは資本輸入により工業化を試みた。しかし、国内市場の狭さ、国際競争力を欠いたことなどから失敗する国が多く、 貿易赤字と対外債務を増加させる結果となる。その中でも東アジアの韓国、台湾、マレーシアや中南米のメキシコブラジルなどは一定の工業化を成功させた。1970年9月に開催された国連総会では、1960年代の国連開発の10年を総括するとともに、第二次国連開発の10年の決議が採択された。 この決議では、先進国の ODA が GNP の0.7%となるように定められた。ODA に対し、具体的な国際目標が導入されたのは初めてで、あり、また決議の特徴である。1973年に始まった第4次中東、戦争から第1次石油ショックが発生する。原油価格の高騰は不況を招きかねなかったが、産油国をはじめ、 天然資源を保有する発展途上国にとっては、自国が保有する天然資源が国際社会における交渉力となるという認識が強まり、自国の天然資源を先進諸国の資本の支配から取り戻し、自国資源の下での開発を目指す資源ナショナリズムが盛んなった。この一方で工業化の途上にあった他の途上国の中には、 この石油ショックにより重い対外債務負担を負くにも現れた。1974年4月には国連資源特別総会において強まる資源ナショナリズムを背景に新国際経済秩序自立に関する宣言デクラレーション法在スタブリッシュメント・オブ・ュ乳インターナッシュナル・キナミック・オーダー新国際経済秩序・ NIEO が採択され 同年秋の国連第29回総会で、この宣言の内容を具体化した、諸国家の経済権利義務検証、国際連合総会決議3281が採択される。1980年に第35回国連総会において、第3次国連開発の10年が採択され、1981年にはメキシコのカンクンでアメリカ合衆国、 日本、西ドイツなど先進国と、インド、中華人民共和国、ブラジルなど点途上国の首脳が集まって、初のが開催された。1980年代は、1970年代の、主に国際機関と外国の政府に対する重債務によって、アフリカや中南米の国々は、元利返済に苦しみ、ハイパーインフレーションなどが発生し、国民経済は混乱した。 その後、石油産出国や新興工業国、ニーズやブリックスなどは所得が向上していった一方、最貧国は停滞あるいは衰退したことから、中心国との格差が増大する難難問題が起こった。環境問題が国際的な課題として捉えられるようになってからは、環境対策を求める先進国と開発優先志向が強い途上国との間で利害が、 対立している。1990年に第46回国連総会において、第4次国連開発の10年が採択される。東西冷戦時代には、発展途上国への援助は、自陣営につなぎ止めておく手段の一つでもあったが、冷戦終結に伴い、このような援助の構造は、過去のものとなり、これまでとは違った、非軍事的な面を含む、様々な考え方や開発、 援助の形態が提唱され、各種の国際会議が世界各地で開催されるようになった。しかしながら、1990年代の ODA は、急減し、2002年メキシコのモンテレーで開かれた、国連開発資金国際会議では、ODA を増加することが合意されることになる。地球規模での南北問題と同様の意味合いで、比較的狭い地域における、 経済格差も南北問題と呼ばれることがある。イタリアにおいては早期に王国領へと併合されたミラノジェノバトリノを中心とする北部が重工業地域北イタリアとして発展しているのに対し南部、南イタリアは一次産業を中心としているがゆえに生じている経済格差が問題となっている。1960年代の馬能に計画によって ターラント製鉄所やアウトストラーダが建設されるなど、南部での重工業発展と社会基盤の整備が図られある程度の改善は見られたが、根本的な解決に至ってはおらず、南部の失業率は北部の4倍とも言われている。そのため、古くから農民層を中心にドイツなど他国へ出稼ぎや移民に向かうものが多く、一種のコロニーを形成しているイタリア語の省を参照。 一方、本来南部が収めるべき、分の税金を負担する格好になっている北部では、不況に伴い南部に税金を吸い上げられているとの批判が強まり、北部同盟のような南北の分離を唱える勢力、公私民族的問題でなく、経済的問題から分離を主張する政党は、過去にあまり例はないを生み出している。ただし、北部同盟を支持する人々が、必ずしも、 国家の分離を望んでいるわけではなく、南部への批判表としての意味合いが強いことに留意する必要がある。しかし近年では、マフィアの衰退や電子、情報産業などの先進工業の成長、半導体メーカーのストマイクロレクトラーニックス社や、鉄道関連企業のメリディオリメッカニカ社などにより、南部経済は、好転に向かっているとの声もある。事実、南部の失業率も、 改善傾向にあり、北部との失業率も3倍程度、中部と比べた場合は2倍程度に低下し、批判の多かった大規模投資による南部開発計画もプロディ成果で改められ、現在は第三のイタリアを参考にした新たな経済作りが進められている。前述の北部同盟も攻撃対象を南部から不法移民へと切り替え、先の総選挙では、 イタリア南部で統制を伸ばすという逆転現象が起きるなど、イタリアの南北格差は新たな局面に入りつつある。伝統的に南仏と北仏の対立構図が存在する。第二次世界大戦の終結に伴い、日本の統治下から外れた朝鮮半島では、北側に朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮南側に大韓民国、 韓国と二つの政権が樹立し、分断国家となった。両陣営が争った朝鮮戦争は、東西冷戦の代理戦争と化し、急戦こそしたものの、正式には、終戦がなされないまま21世紀に至っている。政治的、経済的にも、観光の奇跡と呼ばれる、経済成長を果たし、民主化もなされた韓国に対し、金一族による世襲が続き、 経済的にも疲弊している北朝鮮と大きな差異がある。台湾の人口は西海岸側に集中しているが、それでも政治、経済、報道の要衝である台北市及び周辺部の台北都市圏を要する北部と高尾市や台南市といった大都市を抱える南部では産業構造の意による求人格差、所得格差は他の国ほどではないが国内で深刻化している。 北部を地盤とする中国国民党と南部を地盤とする民主進歩党の派権争いを起因とした政治的要素がこれを増幅しているみもある。当初は階級間格差を指すインターネットスラングである天竜人、天竜国も台北人、台北市を揶揄するものと拡大、変容し、地域格差をも内包する意味が色濃くなっている。関東地方でも特に茨城県における 南北問題が近年注目を集めている。東京通勤圏内にあり、つくばエクスプレス開業で人口増が続く、つくば市、森谷市などの県南地域と、高齢、過疎化が進む県北の間の格差は年々拡大しており、速やかな対応策が求められている。三重県は南北に長く、南北において人口、高齢化率や、 産業の集積状況が大きく異なる。三重県の北部においては、中京圏や近畿圏と比較的近距離であることから、産業や人口が集積している一方で、南部においては、豊かな自然、歴史、文化資源はあるものの、道路網や鉄道網等の基盤が弱いことから、それらを地域活力に十分結びつけられずに、地域経済、社会の存立基盤が脆弱化している。 地域経済でのウェートが高い農林水産業、中部、近畿圏からの集客が重きをなす観光を取り巻く、環境も厳しい現状がある。このような問題は、同じ東海地方においては、南部、美濃地方に多くの人口を抱え、北部、飛騨地方に過疎地域を抱える岐阜県でも同じようなことが言える。府庁所在地である京都市への人口集中率が、 約55%と、東京都、旧東京府以外の道府県では、第一位である。京都府は南北に細長く、南部、旧山城国と、北、中部、旧丹波国、旧丹後国との格差が大きく、南部と北部では異なる地域を形成している。戦後の経済成長において、南部はいち早く発展したのに対して、北部は取り残される傾向にあった。 近年では、高速道路、京都縦貫自動車道など、建設や山陰本線伏線電化工事が施行されるなど、南北格差の是正が図られている。また、旧丹波国域のうち1965年頃から、亀岡市及び旧その部町、旧八木町など、南丹地区は、京都市や大阪府との結びつきが強くなり、行政では、京都府を南北のみで区分する場合は、 船井郡以南を南部とする。ただし、行政では、亀岡市及び南丹市、船井郡京丹波町を中部と区分する場合が多い。同様のことは、同じ近畿地方においては、人口の大部分が北部に集中する奈良県、和歌山県、南部に人口の集中する兵庫県、滋賀県においても言える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。